胡椒。胡椒、胡椒。学名、パイパーナイグラムは、胡椒か胡椒属のツル性植物、または、その果実を原料とする香辛料のこと。インド原産。味は辛い。収穫のタイミングや製法の違いにより、以下の4種類が存在する。ピペリン、ピペリンという化学物質が、胡椒に独特の風味を与える。胡椒は、 ここに引いたものや、さらに塩と混ぜた、塩コショウとして売られているものが多いが、本来の風味を楽しむなら、ペパーミルで使うたびに引くのが理想的である。ペパーミルは、使い捨ての、ミル付きコショウから、円筒形のボディに、ギボシのようなハンドルのついた、木製のデザインに優れた、芸術品まで、いろいろな種類がある。胡椒の消費期限は、製造方法や、 保管状況にも夜がおおよそ2から3年である。引いた後のものは引く前より香味が飛びやすくなるので短くなる。また、白胡椒、黒胡椒の乾燥させたものは青胡椒、赤胡椒といった乾燥させる前のものより長持ちしやすくなる。大航海時代など物流が発達する前は青胡椒、赤胡椒は原産地での新料や食材として使用されていたのに、対し、 原産地から離れていたヨーロッパでは白胡椒、黒胡椒を使用した料理が多かった。現在は物流が発達したことや世界各地で胡椒の生産が行えるようになったこと、さらに各国の料理が世界中に広まっていることから、この区別はなくなっている。胡椒は古代からインド地方の主要な輸出品だった。 紀元前4世紀の初め頃、古代ギリシアの植物学者テオフラストゥスは、植物史の中でョウとショウを考察している。ョウは、当時から貴重で、紀元1世紀のローマの歴史課題プリニウスは1ポンド、約500グラムのショウの価値は15でなーり、白ョウは7でなーり、黒ョウは4でなーりと記録している。古代の地中海世界では、蝶胡椒が成熟したものが、 黒胡椒になると考えられており、その間違いは16世紀にガルシアでオルタによって改めらるまで続いた。胡椒はピペリン、ピペリンによる抗菌、防腐、防虫作用が知られており、冷蔵技術が未発達であった中世においては料理に欠かすことのできないものでもあり、大航海時代に食料を長期保存するためのものとして極めて珍重された。 ヨーロッパの様々な料理に使われており、またその影響を受けた様々な料理でも使われている。このため、インドへの航路が見つかるまでは、ヨーロッパでは非常に重宝されていた。十字軍、大航海時代などの目的の一つが故障であったという見方もある。その取引における高値の様は、一世紀のローマにおいて、金や銀と故障が同重量で交換されたかのような表現をされ、 中世ヨーロッパにおいては、香辛料の中で最も高価であり、貨幣の代用として用いられたりもした。輸入をしていた、ベネチアの人々は故障を指して、天国の趣旨と呼び、価値を高めることもしていたという。ゲルマン部族のリーダー、西郷都族の王であった、アラリック一世に、ローマが包囲された際、市民は包囲を解く代償として、金五千ポンド、銀三万ポンド、 絹のチュニック四千着、黄色に染めた、比較三千枚、そして、胡椒三千ポンドを渡すことに同意した。中国では、西方から伝来した、香辛料という意味で、胡椒と呼ばれた、古は、グ土人を中心に、中国から見て、西方、北方の移民族を指す字であり、胡椒は、河北山椒を中心に、山椒族の香辛料を指す字である。 日本には中国を経て伝来しており、そのため日本でも古生、古生と呼ばれる。天平商法八年七百五十六、聖武天皇の七十七日期にその遺品が東大寺に献納された。その献納品の目録、東大寺建物帳の中に古生が記載されている。当時の日本では古生は生約として用いられていた。古生はその後も、 断続的に輸入され、平安時代には調味料として利用されるようになった。唐辛子が伝来する以前には、山椒と並ぶ香辛料として、現在より多くの料理で利用されており、うどんの薬味としても用いられていた。江戸期を通じて当選は平均して、年間5.7トン、オランダ船は1638年の記録では78トンを輸入している。現在でも、船走る。 牛お汁、サーニワンなどの水物類を中心に薬味として胡椒を用いる日本料理は残存している。胡椒茶漬けという料理があったという記録もある。唐辛子はその伝来当初胡椒の足として南蛮胡椒、高麗胡椒などと呼ばれていた。このため現在でも九州地方を中心に唐辛子のことを胡椒と呼ぶ地域がある。九州北部にて製造される。 柚子胡椒や沖縄の高麗グス、高麗胡椒の原料は唐辛子である。胡椒を主に唐辛子の意で用いる地域では、ピーナエグラムは洋胡椒と呼んで区別することもある。原産地はインド南西マラバール地方。現在ではインドインドネシアマレーシアベトナムスリランカブラジル、カンボジアが主な産地。通常は挿し木栽培であり、種から発芽させることは、 非常に困難である。高さは5から9メートルに達し、木質になる鶴系は、支柱などに巻き付け生育させる。挿し木3年目から少しずつ花房をつけ始め果実をつける。果実は、一棒に50から60個で7から8年で、最盛期を迎え、以降15から20年間収穫できる。一本の鶴からの乾物年収量は、約2キログラムである。 連作障害もあり、土壌により植物規制性線虫が発生したり、病害などにかかりやすく、南米での栽培では壊滅的な打撃が発生したことがある。故障栽培は、肥料代や労力の割に価格が安く、放置される農園もある。一方、21世紀に入ると、情報技術の進歩により、物流状況や市場価格がいち早く確認できるようになったため生産調整が、 可能に行ったこと、また、中華人民共和国やインドなど、人口の多い地域で需要が増大したことで故障の価格は再び上がるようになり、2005年から2014年の間に横浜港での通貫単価が4倍に高騰している。同じ故障族に属する東南アジア原産の非発もどき、P レトロフラクテムも沖縄などで古くから香辛料として使われる。 なお、飛発もどきと形状の似ている飛発、P ロングガム、超ョウはかつては、ヨーロッパにおいて、ョウとおおむね混同されてはいたものの同様に、利用されていた。日本本土では、フートカズラ、風フジズル、P カズラが、神奈川県、千葉県以南各地の海岸近くに自生するが、用途はない。成分として、アルカロイドに分類されるピペリンが含まれており、薬効を期待した。 薬膳料理に使用される。効能としては、消化不良、嘔吐、下痢、腹痛などの症状に対して、また、抗がん作用、抗酸化作用もあるとされる。ダイエット用などのサプリメント、他の成分の吸収率を高めるなどの効果があるとして、健康食品にも使用され、一緒に摂取した医薬品の作用を増強することも報告されているが、多量に摂取した場合に、他の医薬品と、 相互作用を示すことから健康被害が発生する可能性を否定できず注意が必要ともされる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。